のこぎり、東京国立博物館の法隆寺宝物館にて、撮影。本校で解説するのこぎりは、奈良県の法隆寺に伝来した奈良時代、8世紀頃のものとされる、大工道具。東京都台東区にある東京国立博物館に保管される、道博物館に保管される、法隆寺県の宝物の一つであり、伝製品としては、日本最古ののこぎりである。 1959年に国の重要文化財に指定されている。ノコミ27.0センチメートル、身幅6.5センチメートル、柄長37.0センチメートル、胸厚0.5センチメートル、総長64.0センチメートル。肩は片手用ののこぎりである。のこみの先端3割ほどは歯が欠けている。に頭片三角形状の刃が17個現存しており。 指定は丸みがかっており、前後にアサリをつけ、投げしがわずかに施されているが、現状では不明瞭である。末見に横2行立て2列、少し中央寄りに横1行立て2列で合計6つの穴が開く。穴の間の葉だけが欠けていることから、この穴は残みを継ぎ合わせるための秒止め穴と考えられている。柄は木製、塚頭が薔手状となり、柄口は 鉄製の円金具が添えられており、金属製の目抜きでのこみと止められている。本来の刃渡りは54センチメートルと現状の2倍ほどの長さがあったと推定されている。本、のこぎりが長く保管されていた放流時のサインガランは世界最古の木造建築物群であり、昭和10年代から昭和20年代にかけて行われた、同時50度の解体修理の際も一部のこぎりを、 使用された痕跡が見受けられる通り、建立当時もノコギリが使用されていたことが伺える。当時の木材加工において、ノコギリは丸太や材木を横に切断する横引き用として使用されており、材を縦方向に切断するにはもっぱら内割りによって加工されていた。本ノコギリも横引き用のものであると推定される。ノコギリは古今東西を問わず、 木材を加工する道具として使用されており、鉄製のノコギリについては、野中有山古墳や岩鍋古墳等の各地の古墳から、破片等が発掘されていることから、古墳時代にはすでに日本に伝来していることが伺える。ノコギリ等の、いわゆる工具類は、摩耗、破損等により使用に耐えられない状態になったり、工具として使用する機械がなくなると、文化財的要素や、 宗教的要素など機能性以外の価値を見出されていない限りは、譲渡、廃棄等の処分がなされるのが一般的である。このため、当該時代のノコギリが、出土品ではなく、伝製品として現代まで、比較的健全な状態で保存されている例は、珍しく、当時の土木、工芸技術を知る上でも貴重なものである。文化財保護委員会は、本、ノコギリが持つ、 文化財としての価値を鑑み、1959年6月27日に文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財に指定した。ノコギリとしては唯一の指定である。法隆寺東京国立博物館法隆寺宝物館、制作者や当初の状況は明らかではないが、実用品よりも法隆寺の混流儀式に用いられた道具と、 考えられており、同時の宝物の一つとして同時に代々保存されていた。天保十三年のデ開イ長寺の記録である御宝物図には、上代の小切り五木の御宝物の一つとして、宇多川国名大作の写生図が記載されている。放流事件の宝物は、1878年2月18日付で、皇室に献上され、巨物となり、同年3月に、 小僧院方向に移転され、さらに1882年に東京上野の博物館に移転された。博物館は1889年帝国博物館に、1900年に東京帝室博物館に改称され、天皇宝物は引き続き巨物として同館に保存されたが、第二次世界大戦後の財産税法の施行に伴う昭和天皇への財産税課税に伴い、本、 ノコギリを含む放流事件のお宝物は他のおものとともに日本国に現物納付され東京国立博物館と解消された同館に引き続き保管されることとなった。中央省庁再編に伴う独立行政法人制度が発足した2001年に同館は独立行政法人国立博物館の管轄下に移り、これに伴い同館で保管された文化財の多くは 日本国から同法人に承継された。同法人は2007年に独立行政法人文化財研究所と統合し、独立行政法人国立文化財機構になり、本のこぎりも同法人の所有となる。1964年には法隆事件の宝物を一括して展示する法律寺宝物館が同館内に開館されており、本のこぎりも宝物館第四室にて、 定期的な展示会の循環の中で、実節一般公開されている。ありがとうございます。